はーい、哲也です。今日はリニアモーターカーの技術が取られちゃうという話をしたいと思います。どこに取られるか。中国です。中国です。最近ね、山岡哲秀さんと和田健二さんがインタビュー形式で進めてる番組を見てたんですけどね、そこでこんな風に言われてました。中国がですね、日本の優秀なですね、超電導技術者、まあこのリニアモーターカーのベースとなる技術を作ってる人たち、これをチームごとですね、中国が買収したという話なんですね。一般にですね、まあ超電導のようなね、非常に高度な技術に関してはですね、莫大な研究開発費が投じられるわけですね。おそらく数千億円レベルだと思います。また、この数千億というお金をですね、投じたとしてもですね、まあ今のような成功を勝ち取ることができるかというと、必ずしもそうは言えないわけなんですよね。で、そこで中国はどうしてるかというと、もうすでに成功した技術を持った技術者を引っこ抜いて、それで開発させればいいじゃないかということなんですね。そうするとですね、どれぐらいでその技術が手に入れられるかというと、確実な成功した技術がですね、わずか数億円で手に入るということですね。まあ技術者というのはね、それほどね、日本の場合は厚遇されてるわけじゃありません。まあ1000万とか2000万とかそれぐらいのレベルなんですね。で、通常ですね、だいたい 2,3 倍の給料を保証するとですね、引き抜かれやすくなりますよね。例えば今1500万の人が3000万とか4000万とか提示されたら、やっぱりね、豊かになりたいですからね。心が動くってことは十分あり得るわけですね。まあそこを付け込まれて、冷遇されている日本の優秀な技術者が引っこ抜かれていると。ね。そして、どういうことがこれから起こるかというと、おそらくですよ。今日本のリニアモーターカーの開通時期というのは、品川から名古屋まで。で、おそらく2027年。まあ、それから10年後ぐらいに、品川から大阪まで、新大阪ですかね、が開通するというふうに言われております。これをですね、中国が日本の技術者を使って、その他のね、大量の、科学者、技術者を総動員してやったらどうなるかというとね、あの人口ですから、おそらく5、6年もすれば、素晴らしい超電導技術を駆使したリニアモーターカーが中国で走ることになるでしょう。つまり日本は完全に出遅れるということです。それはどういうことを意味するかというと、これから世界各国にですね、リニアモーターカーというインフラをですね、売って回れるのは日本ではなく中国になるということにもなるわけですよね。わかりますか？つまり高度な技術で国を発展させ、そしてそれをまたインフラ輸出としてですね、活用しようとした日本の思惑は完全にくじかれてしまう。中国にやすやすと取られてしまう。そしておそらくは、日本人の技術を活用して作り上げたリニアモーターカーはですね、中国自身が開発した中国オリジナルの技術によるものだと世界に宣伝していくことでしょうね。まあこれはかつてね、新幹線でも同じことが起きましたよね。まあ最近ですね、デュープスという言葉が流行ってますよね。D-U-P-E-S。デュープスです。これはどういう意味かというと、騙されやすい、おバカな、カモ、みたいな話なんですよ、これ。要は、Japanese are dupes。日本人って、本当おバカなカモだよね、と。こういうふうに、海外から思われてるんじゃないか。と僕は感じます。あなたはどう思いますか？ではまた。目覚めよ、日本人。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。